流した涙の雫はね、心に溜まっているんだよ。今はね、きっと辛いけど、涙は無駄じゃないんだよ。いつか心の水槽が溢れるほどになったなら、乾いた心に咲く花にあなたの水を撒いてあげて。した涙の器はね、あなたの心にあるんだよ。辛い思いをしたんだね。小さな海ができてる。いつか涙を汲み上げて、誰かの花を咲かせたら、明日は誰かが誰かのお通知を潤してやることだろう。明日は誰かが誰かのお通知を潤してやることだろう。